シャチの大祭典を開催いたします。そしてこのシャチの大祭典の初日を飾る8月5日の新潟戦をなんと国立競技場で開催することが決定いたしました。グランドスラムホームゲームとして国立で試合をするのは28年ぶり。現在の国立競技場になってからもちろん初めてのことになります。シャチの大祭典としても大いに盛り上げていくので、ぜひ国立開催のホームゲームにも足を運んでいただければと思います。イベントの詳細、チケットの発売などは追って発表させていただきます。今後の情報をぜひとも皆さんお楽しみに。さあ、それでは続いていきましょう。要チェックその3、グランパスレジェンドの登場ということで、僕らは昨シーズンをもって現役を引退され、2010年のリーグ優勝メンバーとして長年にわたりグランパスでも戦ってくれたグランパスファミリーの田中一応駆け回ってて、はい、今でも汗かいてキッチンカーで販売しますよ。